のカップでコーヒーを飲めるギャラリー有田、見事ノルマ達成です。ありがとうございました。ありがとうございます。良かったですね、別に。ああ、ちょうど5時、7分前。素晴らしい。素晴らしい。一貫賞、達成ですよ。達成、コンプリートですか？どうでしたか？いや、もちろん場所もね、本当に素敵なところたくさん行けて、はい、素敵なものたくさん見れて、はい、なんですけど、人が本当に明るくて、今回の旅、はい、本当にこっちがたくさん笑わせてもらった感じですね。この番組はいろんな人との出会いといろんな人に助けてもらうっていうのが本当に改めてやっぱり感じましたね、うん、出会った方に感謝ですね、うん、楽しかった、はい、ありがとうございました。出会いの数だけ名所あり、たくさんの触れ合いは温かい思い出、人情あふれるローカル線の旅、お世話になった皆様、本当にありがとうございました。作り上げたガイドマップ、老舗百貨店の名物ケーキに、地魚あふれる寿司屋さん、龍が潜む伝説の滝、国の文化財の鉄橋、絶景一望の平戸城、温泉と料理自慢の海の宿、地元民が憩う港、お母さんたちの激安食堂、巨大観音の掛け軸、そして有田焼のカフェ、長崎県と佐賀県を結ぶ松浦鉄道の旅、聞き込みで素敵な10の名所に出会いました。